皆さんこんにちはシレトのチャンネルですこのチャンネルでは高校家程以上のさまざまな講義を展開しています。今回は特殊関数論第18回ルジャンドル関数と多項式の講義をお届けします。それではまいりましょう。はい、えー、ここまで、えー、もうルジャンドル多項式お腹いっぱいだよと。 思うかもしれまませんが、えーま、だもう少しだけ、えー、講義が続きますのでお付き合いいただければと思います、えー。早速復習から入りますが、ガウスの長期化関数と長期化微分方程式、これらの関係については、先回の講義で復習した通りとなります。で、えー、ルジャンドルの微分方程式ですね、えーの、久しぶりに出てきたわけなんですけれども、先、あのー、回の講義の趣旨としては、このルジャンドルの微分方程式の解である ルジャンドル多項式の添え字 n を2の実数ニューまで拡張してあげたいというものでした。で、えーまあ、具体的にあの作業としては変数変換してあげたり、えー、ガウスの消規格微分方程式と比較してあげたりすることによって、えー、比較的たやすくルジャンドルのおルジャンドル多項式の複、えー、素数への 拡張とといいうのができたかなと思います複素数まで拡張してあげたあのルジャンドルえ、ルジャンドル微分方程式の解を第1種ルジャンドル関数式2.21というふうに書くんだよという話でした。ここまで、えー、はあのご理解いただけてるでしょうかね。で、複、えー、素数の範囲まで広げてあげたはいいんだけれども、 えー、エチュードとして出しました、そもそも、ルジャントルタ公式に、入イコーエ N の時に一致するのかいというのを、えー、確認してあげた方がいいんじゃないかい、い,いんじゃないかいというところで、エチュードを出題させていただきました。えー、こちらのエチュードは、比較的難しかったかと思うんですけれども、どこまでいけたでしょうかね、最後までいけたっていう方は素晴らしいんですけれども、えー、もし途中で、 あのギブアップという方がいらっしゃっても全然大丈夫ですので、今回の講義、えー、聞いていただければと思います。はい、それでは本日の主題、旋回のエチュードの答え合わせ、証明どこまできたかなということで見ていきたいと思います。はい、えー、早速証明していきたいと思いますが、やはりここでもですね、式2.19を使っていきます。はい。 で、えー、これからの証明では、あのー、最後のカッコの、このセミコールのところの部分が、2分の1引く X とかって書くとめんどくさいので、あの、t というふうに置いてしまいます。はい。えー、そういった場合、えー、t イコール2分の1引く X というふうに置いてあげると、f21-n、n たす1、1t イコール式2.9より、シグマの k イコール0から無限で、 1k、k の解乗分のマイナス nk、n たす 1k、t の、k、形状というふうになります、あのーえ。この部分が n ではなく k になっているのは、あのー、もうお分かりの通り、えー、こちらの n と、えー、判別が複雑になってしまいますので、置き換えただけになりますので、えー、ご注意ください。はい。で、続いてですけれども、おこちらのおシグマ、 なんですが、第16回の講義でも触れましたように、このバルネスの記号ですね。こちら、バルネスの記号なんですけれども、添え字 K の方が中身の N よりも大きくなった場合、マイナス NK は0になります。よろしいでしょうか。そうでしたよね。マイナス2、3とかだったら0になる。っていうことでしたので、そういったもとに注目してあげると、こちらは無限まで。 えー、和を取る範囲としては、0から無限というほどではなくて、えー、k イコール0から n までの範囲で十分こと足りるよというところです。はい、よろしいでしょうか。えー、そうすると、先ほどのこのシグマが、えー、この赤字になった、赤字の n というのに書き換えられた、こちらのシグマに、えー、表現され直します。 はいで続いて何やりたいかなというと、えー、こちらのバルネスの記号を具体的にどんな数になるのかというのを見ていきたいと思います。それぞれ分母の 1k、分子のマイナス nk と n たす 1k、それぞれどういうふうに表現されるのかなというのを見ていきたいと思いますが、まずバルネスの記号の 1k ですが、こちらは 1×2×3×××k と。 要は1を k までかけていってくださいねという話ですので、1、2、3、4、5、6、点点点点 k という話です。これは、k の解状のことですよね。はい。えー、そんな難しくない。単純に、k の解状のことじゃないかというところです。はい。ということで、1の k は、k の解状と置き換えます。では、マイナス n の k はどうなるでしょうか。こちらは、 マイナス N、マイナス N たす1、マイナス N たす2、てん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 、かけるマイナス N たす K く1というところです。で、えー、それぞれこのカッコの中のマイナスを全部くくり出してあげちゃいます。これは、けいマイナスが出てきますので、マイナスの1の形状かける N かける N く1、かけるてんてんてんかける N く K たす1となります。ここまでよろしいでしょうか。はい、単純にここは、 カッコ内のマイナスを全部くくり出してあげたよと、マイナスが稽古あるので、マイナス1の形状が出てきましたよということです。で、ここからがね、ちょっとあの技巧的なんですけれども、あの分母と分子に n-k×n-k×1×2×1 というものをかけてあげます。こちらに、 n'k'n'k'1×n'k'2×n×2×1 というこういった積を定積をかけてあげます分母と分子にね。そうするとこういった形になりますよね。はい。もちろん言うまでもなく分母と分子にかけてますので式の内髪としては等式変形できてるわけですよね。はい。で、 えー、この分母の部分、見ていただきたいと、要はあの無理やり掛け合わせてあげた、分母と分子に掛けてあげた部分でなんですけれども、こちらは、N、n-k、n-k-1、n-k-2、点点点かける 3×2 か,かける1ということで、要は、N、n-k の解乗になってるわけなんです。よろしいでしょうか。ということで、要はこの部分に、分母と分子に n-k の解乗をかけてあげたというところです。 なんでそんな余分なことするのよと思うかもしれませんが、これがよくできてるんです。はい。上見てください。分子の部分。n × n 1 × n 2 × n × n × k 1 × n × k × n × k × n × n × n 引く k n ける n 引く k 引く1 ×ける点点点×ける2 ×ける1ということで、要 n 上分子の部分も n ×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  n n の n ×です。はい。 ということで、分母と分子に n-k の解乗をかけたことによって、分子が n の解乗になってしまうと、シンプルに書き,か、えー、書き換えることができるというところで、えー、こういったダラダラとした式だったのが、マイナス1の形状かける n-k の解乗分の n の解状ということで、ビシッと、あのー、シンプルに表現できたというところになります。よろしいでしょうか。はい えーまあ、なるべくね、こういったね、あのよくわからないバネスの記号っていうものを使わずに表現してあげたいと、解乗だとか、あまあ、指数の形で表現してあげると、こういうふうになるよという話です。はい、まあ、ここまで来たら、えー、簡単なんですが、えー、同様にですね、n たす1の k、n たす 1k についても見ていってあげると、n 解乗分の n たす k の解乗というふうになります。まあ、これは各自で、ね、確認してください。 で、ここまで出てきた、えー、K の解状を、えー、またこちらと、こちら。これらを全部総括して、先ほどの式に入れて代入してあげると、こんな形になります。よろしいでしょうか。えー、1の K っていうのが、あの、K の解状だったよね、とかっていう形で、K の解除の2乗になってると。で、マイナス N の K が、えー、こちら。で、N たす1の K が、えー、こちらになってるということで、シグマとしては、えー、ちょっと長いですが、この 2番目の式、第2式になっているよという話です。で、こちらの式、えー、重複している部分がいくつかありますよね。はい。まず、N 解状と N 解状で消え,て消えちゃうよと。 というところで、えー、もう少しシンプルに書き換えてあげると、この丸1と書いたシグマのマイナス1の形状をかける n-k の解乗 k 解乗の2乗分の n たす k の解乗をかける t の形状という形、こういった式1、式丸1という感じにまとまりました、えー。この式はもうこれ以上は式変形はしません。はい。よろしいでしょうか。 えー、ここまでの話、えー、ついてこられましたでしょうか、えー、単純に、えー、pνx の式を n に書き換えて置き換えてあげて、式をゴリ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 計算してあげると、こういった式まで、シグマの式まで、えー、まとまることができるよという話でした。はい。 ではあ、この続きの証明についてなんですけれども、えー、まだね、これがルジャンドル多項式になっているとは言えないですよね。今度はルジャンドル多項式側からアプローチしてあげる必要があるんですが、その証明、続きについては後半戦に回したいと思いますので、一旦ここで休憩をしていきたいと思います。はい、ここまでのことをよく今一度復習してみてください。それでは一旦休みたいと思います。お疲れ様です。